先ほど岸田総理が施政方針演説を行いました、はい、そちらの感想についてまずお伺いしていいですか。はい、岸田政権発足以来、衆参の国政選挙が相次ぎましたので、それらを経て本格的な政策課題をしっかり施政方針として述べられていたと思います。論点は多岐にわたりますけれども、特にこの子育て支援策を最重要政策として位置づけると、こういう力強い方向性が打ち出されました。昨年、公明党は子育て応援トータルプランを発表いたしましたので、それを受けて、岸田政権としても政府として、これを実現推進していくと、そのような方向性が打ち出されたものと受け止めております。そうした政府の具体的な施策に我々のトータルプランがしっかり盛り込まれ実現できるように、力を合わせてまいりたいと思います。また折からの物価高に対応することは昨年の補正予算で対応したことに加えて追加的なものが必要であれば躊躇なく実行するという姿勢も示されました。さらには賃上げをしっかり推進をしていくと、さらに持続的な賃上げの基盤として投資を進められるように大きく4つの分野、GX、DX、またイノベーション、またスタートアップ支援等々を行っていくと、こうした特徴が現れていると思います。また G7 の議長国として、ルールに基づく国際秩序を形成していく、その指導的な役割を果たすと、共に核兵器のない世界を目指して、G7 の広島サミットを機に、しっかり、先導役を務めると、まあ、こうした主体的な姿勢が示されていたと思います。多岐にわたりますけれども、これから論戦を通じて、その具体的な在り方について掘り下げた上で、国民の皆様のコンセンサスを作ることに、寄与していきたいと、代表質問ではそうした観点からしっかり問うていきたいと思っております。代表 TBS です。はい、1点、今日の国会でですね、はい、細田議長の件で国対委員長、4党の国対委員長が会談し、明日の、議長公邸ですね、各会派代表が参加して、マスコミの頭取り後、懇談的質疑に入ると決定しました。野党は未だ、国民の前で記者会見をして、公の説明をしてほしいと求めていますが、山口代表はどのように受け止めていますか。まあ、衆議院で、その議長の課題をめぐって、そのような話し合いをしたということでありますから、まあ、従来よりは一歩前進したんだろうと受け止めております。まあ、それがどういう展開になるか、衆議院の対応を見守りたいと思います。加藤さん、いかがでしょうか。代表すみません、はい、毎日新聞の畠山です、はい。総理の施政方針演説について伺います。はい、総理年頭の会見ではですね、少子化対策について異次元の少子化対策という言葉を使われましたが、今日の施政方針演説では従来とは次元の異なる少子化対策と表現ぶりを変えられました。まずこれへの受け止め、また代表、これまで少子化対策については財源ありきではなくやはりメニューだと、こういうことを大事だということをおっしゃっていました。児童手当といろいろなものがあると思いますが、メニューとして何がまず先に取り組んでいくか、お考え伺います。次元が異なるとか異次元とか、そういう言葉遣いよりもですね、やはり最重要な施策、政策として取り組むと、この意気込みが重要だと思います。従来になかった政策手段、あるいは、その財源の投入等も含めて、中長期的な視野でしっかり議論していくという本格的な取り組みの姿勢が現れたということを評価したいと思います。また内容的には、この何をやるか、どのようにやるかということを国民の皆様のニーズをしっかり捉えて、優先順位を決めてどう進めるかということを描くことが大事だと思います。それができて初めてどういう財源を確保して実行していくかという議論につながると、こう思っております。我々のトータルプランは多岐にわたっておりますけれども、まず
先行的に実行したのが昨年の補正予算で決めた妊娠出産また0、2歳のところの伴走型相談支援と経済的支援を一体の事業として実施するというこの枠組みであります。予算化したのは0歳のところ、出産したところまででありますから、これを1歳2歳まで継続的に実施できるようにするということが一つ、それから来年度予算までは確保してありますが、再来年度以降も継続的に実行できるようにすると、こういうことがはっきり決められて実施主体である自治体も本格的にその実行の実施の枠組みというものを進めていけることになると思います。4月に統一地方選挙も行われますから、そうした地方の自治体の担う方々にメッセージが明確に伝わっていくことが最も優先すべきことだと思っております。また児童手当の拡充、これはもう児童手当を制度化することに公明党は歴史的な役割を果たしてきました。児童手当の拡充に課題がいくつかありますので、例えば所得制限をなくす、あるいは第一子に続いて第2子、第3子の手当を厚くする。あるいは、中学生までのところを高校生まで年代を広げる。いくつかの課題があります。それも、国民のニーズ、要望がどの辺にあるかということをしっかり捉えながら合意を作っていくべきだと思っています。また、公明党としては、出産育児一時金の大幅増額はすでに決まりましたので、今後はですね、医療費、子供の医療費、ここを高校生まで無償化するという課題、これは全国の自治体によって、まあ住むところによってかなりばらつきがありますので、これを国として整えていくという役割が重要だと思ってますが、こうしたことを、したる課題にしながら合意形成を図りたいと、こう思っています。はい、どうぞ。NHK の佐々木です。直近で行われた各社の世論調査を見てもですね、内閣支持率は低迷が続いているかと思いますが、はい、この通常国会でその回復に向けてという視点でどういう姿勢が求められるとお考えでしょうか。はい、岸田総理自身、やはり政治への信頼が大事だということを明確に述べられました。閣僚4人が昨年辞めたということを受けての対応ですから、内閣としてのこの体制をしっかり立て直す、そして、結束を高める。また、与党との連携、これを密にする。そうしたことをしっかりやりながら、様々な課題を確実に実現をしていくということが大切だと思います。総理自身がその先頭に立って、姿勢を表していただきたいと思いますし、また与党としてそれをしっかり支えてまいりたいと思います。そうしたことが国民の皆様に伝わることによって、信頼回復に結びつくと確信をしております。その他いかがでしょうか。すみません、毎日の話です。もう一点すみません。ガーシー議員について伺います。今日ガーシーさん。ああ、はいはい。今日の参議院の議員でですね、失礼しました。ガーシーさんのその速やかな帰国と投入を求める文書が NHK 党の方に寄せられました。また与野党はそのガーシー氏に対する懲罰も視野に入れた協議を続けておりますが、改めて対応をどのようにすべきかお考えいただきます。当選をしながら一度も国会に来ないと、歳費は受け取っていると、こういう状況が長く許されることは国民は許さないと思います。理由がはっきりしません。ですからやはり院として、どういう手続きを取って、このガーシー議員の本来の国会議員としての働きを促すかということをしっかり推進した上で、その後の対応を考えるべきだと思います。議運でしっかり話し合った上で、これはもう与野党ともに国民の目にちゃんと応えていく。そういう姿勢を示すことが重要だと思っています。今回よろしいでしょうか。それでは以上です。はい。
はい、終わります。